終でギャンブル。すいません。3、2、1、ふい。なおチャンネルスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、なおチャンネルのたくです。さて、今回ですね、コラボ企画でございます。イエーイイエーイ。ということで、今回はふいちゃんでございます。イエーイ、はじめまして。今回はコラボ企画なんですけども、ちょっとね、緊急事態がありまして、はい、1人来てません。ね、これね、本当説明長くなるんですけども、まあ今日これ撮ってるのが6月の28日ございまして、2日前にですね、間違えて28日に案件を入れてしまったというリュウジ君、みんなわかるよね。あの、僕の YouTube で1回でコラボしました。遅れてくるということで、本編の方では来るのかな、オープニングはまあご来にいると思ってください。うん、写真で貼り付けますんで。今回の企画は、10年ギャンブル!イエーイ!そういうことでございます。まあ、これはですね、あの、カジサクさんっていう有名 YouTuber さんいらっしゃいまして、奥様でギャンブルというのがありまして、で、いつなんかやるんですよ。で、やって、できるかできないかって、まあ、賭けですね。今回罰ゲームくるということで。で、みつきちゃんに、その5つをやってもらいます。それができるかできないかを、リュウジ君と僕で予想するという、でございます。やるのは交互でございまして、まず一つがペットボトルフリップ投げて立つかどうか。ああ、なるほどね。うん、もうこれ、あ、これ言い忘れたんですけども、これ一発勝負でございます。罰ゲームはポイントが低い方が罰ゲームを食らいます。二つ目がけん玉です。けん玉はね、ちょっと得意なんで。おお、これはいいヒントになる。リュウジ君がいないからこれはいいヒントになる。三つ目がトランプ投げ、プラスチックコップ落とすです。俺やってたんだよね、 YouTube で。へえー、そうそう、難しかった。俺はいけた。あ、そうなんだどやるほどではないけど、運動神経抜群系 YouTuber ですから。そうね、そうね、そうそうそう。4つ目がまばたきチャレンジでございます。まばたきチャレンジは本業だからね。まずドライアイなんだけどドライアイ、え、ここでまさかのハンディキャップ来る。リュウジ君にはこれ一切わかんないからね。そうだね、今のところリードしてる。今のところね。ラストがペン回しでございます。え、もうこれ言っちゃうよ、やったことないペン回し。うわ、奇跡が起きる。そうそう、それはあるかもしんない。なので、この5つをやってもらって、僕とリュウジ君もね、じゃじゃーん、これね、ちょっと小さいね、ホワイトボードなんだけども、これにね、できるかできないかっていうのをこうカメラマンに見せます。で、みつきちゃんは伏せて、僕らはできるかできないかを予測してフリップをこう見せるという感じになります。で、それで成功したら勝利という感じで、で、負けた人は罰ゲームを食らいます。イエイではない、リュウジ君と俺がイエイではないみつきちゃんは罰ゲーム何もされません優雅なご身分だ。今から早速充電ギャンブルやっていきたいと思います。リュウジ君が本編来るかどうか分かりませんが、来なかったら最悪俺一人で。いや、終わりなの、企画としてでは今から早速やっていきたいと思います。ではそれでは行ってみましょう、振り付けを。では早速始めていきたいと思います。イエーイ。どうしました。じゃあ引き続きこの撮影続けていきましょう。始めらんない、始めらんない。え、ちょっとカメラ押さえて。あ、すいません、うん、現場で遅刻しました、リュウジです。遅刻です。はい、間に合いましたね。いや、よかった。間に合うか間に合わないか問題ちょっとオープニングで発生したから。いや、すいませんです。今から早速始めていきたいと思います。イエイ。まずはペットボトルフリップをやりたいと思います。できるのかい、できないのかい、ね、どっちなんだい。お互い見ないでね。じゃあ僕らだけね、ちょっとカメラ見せましょうか。はい、じゃん。いや、目立ってるか分かんない。達筆すぎて分からないってことにしておこう。早速やっていきましょう。いきます。はい。バレてない、バレてない、バレてない、バレてない。ありがとうございます。では僕らの予想を発表します、はい、せーの、できるでーす。誰ともできるでやつか。うわ、ちょっと待って。いや、でもね、ちょ、一つ言いたいのはさ、コカ・コーラって名前出していいんだっけ。スポンサー大丈夫ですか。スポンサー大丈夫ですか。でも YouTuber そんなね、スポンサー大丈夫だから、まあ、コカ・コーラとか炭酸系だったらグニュッとならないです。うん、この柔らかいペットボトルの素材やから難しかったっていうのもある。いや、でもね、できる人はできるから。まあ、できる人はできるね。うん、なので僕らは不正解ということで。うわ、やばい、ちょっと待って一発目からね。ちょっと待って、一発目からちょっとやばいよ、ね、5回だから誰かが絶対罰ゲーム取るの間違いないから。そうやな。では次の種目いっていきたいと思います。では
続いての種目はペン回し10回連続チャレンジャー。両手で回しながら授業してたもんな。すごっ北海道ペン回せる人しかいないから、ペン回せるくらい猿も回せるってみんな言ってた。猿も回せるのはちょっとやべえ、もう世界ギネス取れるぞ。で、僕ら予想していきたいと思います。はい、10回連続だもんね。10回連続 OK、 いっときます。せーの、はい。おー、なるほど。もちろん、はいはいはい、なるほどね。むしろこう、むしろこうで。あー、なるほどね。じゃあではペン回し早速やっていきましょうか。はい、もう取れたか、十分取れましたということで、ペン回しは記録ゼロゼロじゃない、負かよ、ゼロ以下だね。ではお見せしましょうか。せーの、はい、はい、できない、できる、できる、花丸までにしたということで、俺やってくると危なめっちゃ期待してくれてんじゃん、私のテーマ。そう、ヘロヘロモヘイスも書いたえらっ。では3種目目いきたいと思います。3種目目はまばたき我慢選手権。30秒あ、すまん、余裕やってるから本業だよ。そうだ、確かにね、うん、そりゃもうね、そりゃね、そりゃもうね、ここに書くまでもない女優さんですから、何の必要はないか、パッて書きました。せーの、はい、はい、隠しましょう。はい、オッケー始めていきましょうか。準備はいいですか。はい、はい、よーい、スタート。一応ここに時間あるよな。うん、もちろんね確かに、じゃあ伝える。10秒経過。お、言ってくれた。やるか。え、意外と余裕。7、6、5、4、3、2、1、おー、はい、終了。はい、クリア。女優さんだからね。だからね、まあ当然予想もあってると思います。そうですね、一応確認しとく。うん、一応、うん、せーの、はい、できる、できない、おー、ちょっと待って、できないと思った。いや、できなかったら嬉しいなと思った。バラエティーの相手にね、2分にすればよかった。あ、2分は気にしてる。もうあと残り2種目です。では4種目目いきたいと思います。これインスタ、インスタね、はい、インスタ。では4種目目はけん玉。イエーイ。もしもし、カメよカメさんよーですね。入れるのはここです。おー、一番上か。ちなみにけん玉はやったことある？ちょっと待って。あ、得意だって。これはもう予想していきましょうか。それはもう決まってるじゃないですか。せーの、はい。おー、なるほど。はい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 。では、今から早速、やっていきたいと思います。うわー、できた、うぇー、できた、すげー。やってたの昔でしょ。そうだよ、すごい。はい、ということで、みつきちゃんができたということで、では、フリップを出しましょうか。せーの、できる。もう、ツイッター張りの X にした。俺、パラポイントに倒す。やった。小学生の時って何年前？30年くらい前でしょ。その技術がまだあった。タブーだぞ。で、ここまでの結果、21？多分21だ。21。え、でも僕、1個も当たってない気がする。1個なんか当たってた。当たってたか。まあ、すいません、詳しくはバーンって当たりますので、おそらく認知、そう、リードをしてるとか。そうそう、ラスト最後でございますよ。5種目目、トランプ投げでプラスチックコップを倒す。おい、木口カッターって言ったのに。木口カッターって誰？え、知らん、ルネッサンス。あ、そっち。あ、そういう、そういうノリでペットボトル倒すってこと。あ、そう、もう世代、ジェネレーションギャップ。いや、よぼいじゃん。結構今まで成功率高いもんね。うん、確かに。ペン回し以外。ペン回しは放送事故でございます。早速、予想しましょうか。何回カッパーできる？トランプ何回投げられる？
あー、そういうこと今俺か。私は分かんなかった。今俺か。一回一回。一回だけ。じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、また。チャンスだけ行こうか。マジ？何回ですか？確かに。3回のうち1回でも倒したらもう、OK ということで。大ボーナス。これが一番最後の種目だもんね。最後ですね。ダンス3回でも好きな人の告白も成功できる。せーの、じゃん。おおい、なるほどね。はい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 。ラスト、トランプ投げのね、プラスチックチャレンジ。あ、ごめん、ちょっとタイトル分かんねえわ。合ってる。では、トランプ投げプラスチック倒すのをやっていきたいと思います。では、いよいよこのラストでございます。はい、トランプ投げコップ倒し3回です。ファーストチャレンジいきます。おお、まあ3回やってよかったね。まあね、1回目だから。おお、まあまあ1回外してもね。最後に決めてくる。では、スタートチャレンジ。はい、ということで、失敗。では、僕らの予想はできましょうか。公開しましょう。せーの、はい、いこう。あ、ちょっと待って、結果発表じゃないんだ。違う、まだ結果発表わかんないよ。せーの、はい、できる。おー、結果ね、反応できんかったということで、まあ、0ポイントでございます。ということで、結果発表。結果は0-3で、自分の勝利。今日、みつきと一緒にいる時間が長いからだわ。僕、遅刻してきて、みつきといる時間短いから、みつきのこと知らなかった。なんかのドラマの撮影。ではね、早速、罰ゲームをやってもらいましょうか。おい、罰ゲーム。罰ゲームは、俺ね、2つ持ってきたの。え、はい。ゴムパッチンか、パイ投げ持ってきたんですよ。マジ？あー、パイ投げ前回やったね。やったでしょ。いや、前回やってんと俺だよ。あ、でも最後食らったね。最後食らったね。じゃあ、ゴムだけにします。ゴムだけにしましょうか。では、罰ゲーム、披露していただきます。ごめんね、この後撮影あるから。では、5秒前。4、3、2、1。はい、外れた。ちょっと待って、外れた。え、ちょっと待って、罰ゲーム外れるってある？これで以上で罰ゲーム終了。これ食らう？ナオト君食らった方がいい気がする。確かに。もう外れ薄そうでしょ。絶対やってるよ。3、2、1。わっ、わっ、わっ、ちょっと待って、痛いわ。今顔に当たってなかったよね。あごに当たってたね。はい、ということで罰ゲームも終わりまして、はい、はい、今日も終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。無駄に罰ゲームからしたらおかしいね。僕は直人さんのエイムが悪いおかげで。なんでですか？顔に当たってない。コントロールがもう悪かった。もう一回受けたらいいよ。もう一回受ける。嘘です。嘘です。じゃあでもう一回やろうか。ごめんなさい、嘘です。ごめんなさい。こういう企画なんか良くない？いいっすね、確かにね。これにしてもいいかもしれない。確かに面白いね。それか他の人もう一人ゲスト呼んで、僕らでギャンブルする。ギャンブル違うよ。ギャンブルはこういう企画でのギャンブルだからね。ギャンブルね。本当にギャンブルマジやめときな。そうだ。これはマジでピースですね。こういう風に恒例にするのもありだね。いいっすね。うん。なのでこの企画はね、またいつになるかわかんないけど、まあやってみましょうか。やりますか。またいつかね。明日？明日早っ。明日は絶対無理だろ。あれですね、リングにみつきちゃんとツイッター、あ、旧ツイッターか、今 X ね。あ、ジャパンの方だね。ジャパンの方ね。ゆうじくんね、インスタグラム貼り付けておきますので。私もインスタ貼り付けて。あ、インスタ貼り付けて。両2つ、インスタとツイッター両方貼り付けておきますので、ぜひ皆様フォローよろしくお願いします。お願いします。ということで今回はコラボ企画ですね。みつきちゃんゲスト、ゆうじくんゲストで10でギャンブルやってました。最後までご覧になってきてありがとうございます。以上、なおちゃんのみなでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 おまけ最後見てね。おいおい。あれ？カスが。うわ、めっちゃ切りてぇ。全部、今のところ。
わ、きつい、疲れるよこれ。めっちゃくるくる回してる人いない？いや、あれは無理だよ。あれは神業なんだ。多分10回以上いった。1 2 3 4。はい、5じゃないね。6 7 8 9。もうエアやん。9じゃないよ。お、マジ？うま？立った？危な！危な！脱ぎすぎちゃった。めっちゃ脱ぎすぎた。よーい、スタート。これなんか、まばたきした気するね。まばたきしてないよね、今。喋っても大丈夫なの？うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。むしろこれ喋らないとさ、なんか、誰か、五校の数撃で、カイザリ集合の集業マーズ、風来マーズ。ジュゲムじゃん、それ。あ、ジュゲム、ジュゲム、五校の数撃で。あ、30いた。涙目めっちゃ見たらやばな。もしもし亀よ、亀さんよ、世界で一でお前ほど、だだ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 。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。